推しのカービィ20周年コレクション、どうもグラシャです。今回はこの推しのカービィ20周年コレクションの中から、こちらの作品推しのカービィコレクションの中から推しのカービィ3をねやらせていただきたいと思います。私ね、この推しのカービィ無印夢の泉カービィ2スーパーデラックス64はクリアしたことあるのですが、3だけねないんですので、やりたいと思います。任天堂ハルケン。星のカービィ3、今回はこの星のカービィ3をねやっていきたいと思います。レベル1の 0% からオプション、あーステレオだね。いきなりサウンドテストできるかと思ったらそんなことはなかったぜ。ってなわけでレベル1、いやー楽しいな。グラスランド、このね星のカービィ3のクレヨン的な世界観とね、妙に多い仲間たちとね。さあこの、まずはチューリップから操作確認しながらやっていかないとね。 B でジャンプ、 B でジャンプ、基本は一緒、基本はカービィだから。これで吸えば、おいいね、カッター、カッター来た、カッターで敵倒しながら進んでいくよ。でここ入ってみる、なんかあるかい。おこれリックと確かね、ナゴってやつ、どっちかな。 X ボタンで一緒になってすると技が変わるっていう。よいしょ、おー、これはリーフシールド来ましたわ。なんてことやってらんでいいんで、今度ナゴ、あこっちにしよう、こっちのがなんかかっこいい。バシューン、あでも直線的には当たらないんだな。よいしょ。でもね、星のカービィ3全くの初見というわけではありません。ねあれだよ、途中まではねやったことあるんですよ。でもクリアはしたことがないんです。 100% クリアはしたことがないんです。コピーどうやって外す、セレクトか。よし、おビヨーン、ボヨーン、ボヨン、ボヨーンって、あ頭突きでも倒せるんだね。あいいね、これこれもう純無敵じゃないの。横から攻撃が飛んでこなきゃもう無敵だよ。おりゃーって、この衝撃波で、衝撃波で、あいいね、壊せるね。よいしょ、じゃあ行くぞ、駆け抜けよう。あ待って、あースパークがあるな、スパーク欲しいな。スパークはドヤーって、これはあれかい、なんか静電気的なサムシングかい。よいしょ、あーいいね、これもう本当に純無敵みたいな感じ。あいた、無敵なんてなかったぜ。これあれだな、これ今回は一応覚えてるの、こいつを踏んじゃいけない。
でしょって。だからもう飛び越えてく。飛び越えて、無敵になって、調子こいて走って、いいね。無敵って美感じ。ほんと無敵。でしょって。あぶね。これ見えにくいけど下にある。よいしょ。これでいけるか。さあ、遅れ。この今くれたね、ハートが、オープニングデモにいたやつを倒す、助けになるのかな？星のカービィ64でいう、星のかけらじゃねえや、クリスタル的な。さあ、今度は、あれ欲しいな。キキモジーラ、キキモジーラ、よし。雑巾がけじゃー。あ、ストーンも欲しいな。ストーンはなんだっけ。ガン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 って、ラッコ的なね。ガンガンって。あー、やっぱ、あれだな。こっちの方がいい。よいしょー。いくぞー。おい、いいね。今回のコピー、あ、ファイヤーがある、ファイヤー。ファイヤーもいいね。これは、あ、いいね。ファイヤーウェーブみたいな。今回の面では、ナゴじゃなくてね、このチュチュが必要なんです。もうチュチュのね、確か、これがいるの。危ない、痛い。この気球モードで楽をしたい。あ、いた。意外とね、攻撃範囲がね、狭いからな、これ。よいしょ。これの、チュチュのストーンは、あーなんか豪快、ハンマースイング。あ、ここで確かね、こうして、撫でるとなんか、あいつが出れるらしいよ。たぶん、チュチュのことが好きなんだね。よいしょ。入った。ちょっと油断しすぎかな。特にこのシリーズ縛りも何も設けていないので、ダメージ食らおうが死のうが問題はありません。いや、死にたくはないけどね、なるべくなら。お、チックがいる、チックが。よいしょ。これ何？開いた。これあれか、針的なサムシング。入った。いかんな。ちょっともらいすぎだな。まあ、今後、もっとひどくなるんだけどね。もうこいつ名前なんつったっけ、バウンシーじゃなくて、なんかこいつら全部名前があるんだよな。その辺の名前は全部カービィ64で知ったんだけど、カービィ64をね、小学生の時にめちゃくちゃハマって何回も遊んだから、カービィ64だったらかなり話せるけど、3はクリアしてないからね。さてなわけで、この2面も突破。マキシムトマト欲しいな。あ、うまい。次行こう、次。これは、なんかこの、何？どこぞの名人みたいな。お、待って。よし。お、いいね。ビーム来た、ビーム。お、溜めれるけど見た目変わらない。変わらないのか。今度ちょっと誰にしようかな。カインかクーか。ちょっとカインでいこう。カインちゃうわ。こうカインが左の魚。これクー。うおー早い。もう手抜きモード入りましたよ。いやでも強い。クーはね、全体的に強い。もうこんな強制縦すくなんてね。絶対食うのがいいからね。バシューって落雷落としてみたいね。ラピュタの雷だ。ビューッ。ドーン。こう上行くよ。ここから大事。このミニゲーム。投げます。どの顔だったかってのを当てないといけない。これがね。
各ワールドに確か1個あるんだよね、この手の難題なミニゲームが。どれだ、これか。オッケー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 。さあ最後、見逃すな。うわ早い早いけど、これよーし、オッケー、問題なく突破。まあ一面まだワールド1だからな。今度強制下すくか、縦すく縦すく。これ急ぎすぎても死ぬからな、こういうのは。よいしょ、痛まえラピュタのイカズチだ。だーってあ、ワープした、ワープ。よーし、どんどん行くぞ。もうこの辺のシャッツをなんて知るか。バウンサーも知らぬ。よいしょ、あいつらかわいい。やったよ、イエーイ。いいね、まずは順調だね。ワンナポーが欲しいです。あー足りない。よし、今度はこの子はなんだっけ、確かね、あれだよ、ファミコン日本昔話の子。ちょっとそろそろ他のラピュタのイカズチはそろそろいいわ。これはあ、ラピュタの落石だね。はあ、あ、一回押したら離すまで、もう一回押すまで突きっぱなんだ。ストーンがいた、ドーン、いた。これちょっと使いにくいかな。この空使ってる時はもうどんどん進んでスピードアップしていきたいから、そういう意味だとなんか当たりやすいな。てかこいつらこの飛んでるやつに対処しづらい。対地は強いんだけど、お、カッターかな、こいつ。カッターのカッパだもん。あ、いいね、羽ブーメラン。いや、ちょっと待って、いやー吸わないで。どうしようかな、ちょっと、チュチュでいくか。チュチュのブーンでいこう。どれだ、失礼しました。じゃあ真ん中、お、無敵、いいぞ。トウ突っ込め。よいしょ、あ、しまった。これストーンいるやつだろ、ストーンいるやつだろ。入った、よいしょ。あ、壊せないから一回離して、壊してもう一回チュチュ。合体だ、合体だーって言うとあれだね、ガッタイダーが。いや、お前あそこまでボンバーマン進めたことないというか、5だっけ4だっけ分かんねえけど持ってない。お、ボス戦だー、入った。これは戦いづらいよ、戦いづらい。待って、戦いづらい。ファイヤーが、あのストーンがすごく戦いづらいな、これ。どうしようかな。あ、待って、あー違うって。よいしょ、飛んで、もうこれもう単純に行こう、単調に行こう。よいしょ、これはスカか、まあそうだな。突っ込んでくるぞー、いやー食らえ。あと1回、こんなところで死にたくない。ドン、よーし、ファイヤーゲット。これで、お、なんか猿的な何かをひっ捕らえて、これスーパーやりにくいな。よいしょよいしょよいしょ、多分カービィ単体の方がやりやすい。でもこれあー当たるか。よいしょよいしょよいしょ、開いたー。ちょっとテクニカルなプレイをしたかったんです。あー出しちゃった。もうグダグダかよ。
これ困るな。これ天井張り付き効果困るな。ちょっとそろそろカービィ短期で行く？ああ待って、そろそろカービィ短期で行ってもいいんだけどな。でもあと1回もらったら死ぬからな、どっちにしろ。ちょっと慎重に行かないと。慎重に。あ、いいね、マキシムがある、マキシムがある。マキシム入りまーす。いいよ、よし。ちょっともうちょっと、今だ、突っ込め、突っ込め、よし、ワンナポー、よいしょ。いや、ここちょっとグダった、ここちょっとグダったけど、まあまあいいさ。つっかめー、逃げろー、飛べー、あ、飛べない、あ、いらない、冷静だって、今体力マックス。つっかめー、よいしょ、危ね。おう、よーし、ちょいちょい危なかったけど、なんとかなったね。さあ次行こうか。ワンナポーが欲しい。飛びすぎ。さあ次は、これなんか魚だね、見るからに魚。お、これは魔法少女誕生。行くぞー、怖い怖い。あいつら星のカービィ2をやってるとスーパー怖く感じるけど、今は3なんで特に問題ないぜ。行こうぞ、行け、魔法少女アタック、アタック、楽よいしょ。ですが、ここでね彼を連れてこないといけない。こう流れてくるカイン、お前が必要なんだな。キュッポン、このキュッポンによりはな、キュッポン使うだったらこのカッターがいいな、かっこいい。さあこんな重き地上のステージをね、カインで進むっていう、なかなかハードなことを要求してくるけど、まあこのね、カッター優秀だからね。カインは基本的にコピーが優秀なのが揃っているので、いた、まあなんとか、痛い、ちょっとうかつじゃないか、だからうかつだよ。たね、やっぱり地上戦はちょっとやりづらいな、他のやつより。戦いにくさで言ったらチュチュほどではない気がするけど、ノリアーって飛んでーって、痛い、怖い、あいつら怖い、あいつらすごい、もうなんか目つきが決まってるもん、怖いもん。よいしょー、よいしょー、飛んでー、よいしょー。これあれかい、彼女かい、あんたの彼女か、これ。そんなことしてこうだよ。この辺、あー、さっきと一緒だな。いいね、ワンアップ。さあ次、ピエロは苦手だ。いや、ザシュー、これだね、感性に任せてこのトゲトゲアタックするのも悪くない。あ、リック、めっちゃ飛ばしたな。リック、やっとお前の出番だ。背中っていうのはやりにくいね。これちょっとあの、コピーの相性が悪い。痛い。これ使いにくい類。まあ、リック自体な、そこそこ難しいっていうのもあるけどな。よいしょ。おう。
ビッグだとね、一番の弱点、飛べないっていう。飛べない代わりに壁ジャンプができる。できたと思います。こう壁ジャンプがね、必要になる場面がどっかにあったと思うけど、当然わからないので。でしょって。この1マスの段差ではこいつら落ちられない。よいしょ、よいしょ。あ、でもカービィ64で、このリックの壁ジャンプ能力を使う場面があったな。よいしょ、あった、なんかあった。これが1個いる。もっと上なんかない。もうないかな。オッケー。よし、じゃあどんどん下降りて、次の場所行こう。こう、引き出して、どんどん登ってくよ。ボーって強いな。敵がね、一発で倒れるってのはやっぱ気持ちいいね。バシュー当たったよ。あ。でもこれ、ここにもあるから、これをカービィ単体で取って、登れないというね。で、こういうリックの単体のジャンプじゃ届かないから、この壁ジャンプを使っていく。よいしょって。よし。OK。この音が鳴ったら、収集物は完了なので、上行くよ。よいしょ。まだちょっと壁ジャンプ慣れてない感じがあるな。でも連打してればなんとかなるな。ボーン。よし、これで。これ欲しい。これ欲しい。あー、一応待つか。ゴー！よいしょ。よーし。これであとはもう先行くだけ。ね。たぶん待って、コピーは見ときたいな。こうじゃなくて。リックのクリーンは畑パタパタ。クリーンってなんかカービィ3だけなんだよな、今のところ。多分そう。どうしようかな。いや、リックのまんま行こう。せっかくだからね。ただでさえ扱える出番が少ないんだから。持ち上げてるようで、落として、あー、これ食べちゃダメ。いた。お前、厄介だな、やっぱり。これ、あれが取りたいだけなんです、僕は。痛いんです。パラソルで、星のカービィ2からおなじみ大道芸。おー。よいしょ。あ、出た。アポロ。こいつはなんとね、食べるとね、HP が回復するんです。そんな小ネタを持ち合わせているアポロくん、由来はまあおそらくあのお菓子だと思います。アナポー、これ下落ちて大丈夫なのか。下ある？あるのね。あるけど、あるじゃん。なんでも、なんなん。ちょっとビビらせたね今ね。これが使いやすいかな。あ、待って待って。かぶー。おぉ。ストーン見てないよな。行くぞ！これまた、2の頃からおなじみ。大道芸ネタが多いね。リック。かぶー。よいしょ。オッケー。よいしょ。さ、それではね、おそらく時間の区切りもちょうどいいくらいだと思いますので、今回この辺にして、次、ここの
ワールドレベル1グラスランドのボス、ウィスピーウッズさんとやり合うところからやりたいと思います。それでは、ありがとうございました。